いやー、世界には悲惨な事件がね、今も起きてるんですね。イスラエル軍が空爆して、ガザという地区で多くの方がお亡くなりになったり、大怪我をされていますね。で、今回ね、ヤフーニュースで見たんですけども、これ動画つけときますんで、この私の動画の後で見ていただきたいんですけども、もう生後5ヶ月のね、男の子が空爆にあってですね、瀕死の傷だらけで、お父さんに今、ものすごくね、解放されてるんですよね。で、このお父さんっていうのは、奥さんと他のお子さんが、なんか宗教行事の明けで、まあ、普通に話したり遊んだりしてるところに、急に天からね、空襲が来た。爆弾が、ドーンとミサイルが落とされて、ビルごと、崩れて、で、奥さんとね、お子さんは亡くなったそうです。瓦礫の中から遺体を掘り起こしたそうなんですよ。どんな気持ちだったんでしょうかね。で、生き残った5歳の血のみ子は、もう母もおらず、傷だらけの体をどうすることもできずに横たえて、そこで、ね、唯一残されたお父さんと共に過ごしてるんですね。で、私も1歳半の子供ヤマトがおりますけども、空から爆弾が降ってきたらね、もう守りようがないですよね。で、怒りを向ける相手もいない。何の賠償もない。ただ悲しみに暮れて、悔しくて悲しいだけです。こんなことがね、なんで繰り返し起きるんでしょうか。もう散々私たちは懲りたはずなのに、今日という日もどこかで誰かの欲望が誰かの人生を台無しにしてる。それは遠い国の世界の話のように聞こえますけども、まさに私たちの国も一歩間違うそうなる。そして同時に、今私たちはミサイルこそ撃たれていませんけども、もっともっと別の問題でね、死に追いやられてる人は多いんじゃないかなと思いますよね。なんでなんでしょうね。まあ、今回ね、本当にひどい事件だなと思って、こういうことってまだ世界中にいっぱいあるんでしょうけども、何なんですかね。誰かがこうやって無慈悲に亡くなることで、どういう利益が、利権が動いてるんでしょうね。あまりにもひどい。5歳の、いや、5ヶ月の男の子が、なすすべもなく、瀕死の状態で、ただ生き残った父に、抱かれている姿。なんとも言えないですね。يوم عن قريب يا رب يا رب اجمعنا في يوم عن قريب الحمد لله عند ربنا يا رب عند ربنا كله يا رب عند ربنا يا حبيبي الحمد لله الحمد لله فخرجت من البيت مسرعا إلى بيت نسابي الذي لا يبعد عنا قرابة 500 متر 600 متر، فوجدت البيت ركام، كان البيت مكون من 3 طبقات، وجدته ركام في الأرض. قامت طائرات الاحتلال الصهيوني الغاشم باستهدافهم دون سابق إنذار، دون اتصال، دون مراعاة للإنسانية، دون مراعاة للأطفال الرضع. دون مراعاة للأمهات الآمنين والأطفال الآمنين في بيوتهم هنا كانوا يجلسون هنا كانوا يجلسون ويتسامرون ويلعبون بألعاب العيد هنا كانوا يجلسون ويلعبون بألعاب العيد ومن هنا أخرجوهم إلى المستشفى وإلى قبورهم أشلاء ممزقة لازم نضل والله ما في